時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君博と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な気分を希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。また YouTube でも同時に配信をしております。YouTube から入っていただいて fmginowan 日曜日の憂鬱を検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、はい、さて3月も最後の日曜日ですね。そうですね、あっという間、うん、あっという間、はい、今というかもうこの日曜日の憂鬱も始まってちょうど1年っていうことになるんですね。丸1年ね、なるんですね。丸1年ですね。すごいですね。4月に始まってね、年が経過したという。本当ですね、あっという間でした。あっという間でしたね。早い1年。はい、はい、まあ、桜ももう、うん、なんかちょっと天気が悪いですけど、もうそろそろ散る頃です。そうですね、この週末でお天気が良くないから、はい、そろそろ桜も終わっちゃいそうですけれども、はいはい、今年早かったですよね、桜。なんか早いけど意外と、うん、意外となんかその後ちょっとちょっと寒かったりとかっていう、雨だったりとかあったから、はいはいはい、意外とまああれじゃないですかね、通常通りに近いんですかね、はい、まあ、ちょっとあんまり例年より早いって言ってましたよ。ああ。うんうんうん。そうそう。最近YouTube の、ウェザーチャンネルでライブで24時間やってるのあるんですよ。ああ、はいはい。これ見てて、はい、なんかよく見てて、妙にお天気に詳しくなったりとか。はい。そうですね。お天気の話って平和でいいなって思ったり、はい。そう、なんか結構いろいろなところの中継やってますよね。うん、YouTube で。はい、やってます、やってます。札幌とか、沖縄もやってますよね、那覇とか。あ、現在の那覇とかって言ったら普通に出てくるんですね。ああ、はい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 。はい、札幌とかも、現在の札幌って言ったらどんぐらい雪降ってんだろうっていうのが結構出てきたりして。ああ、確かに確かに、はい。結構視聴者の方もその情報提供してたりします。そうですね。うん。すごいすごい。そんな感じで、今すごい時代になってますね。そうやって情報がすぐに取れるという。そう、すぐ取れるっていうね。はい。便利な世の中になりましたね。うん、はい。こんな感じで今日もスタートしますかね。スタートしましょうか。わかりました。じゃあ、曲一曲入れましょうか、先に。そうですね。はい。はい。じゃあ、マカロニえんぴつさんで、臨終ラブです。はい、じゃあちょっと久しぶりにですね、今日お便りがちょっと届いてますので、ちょっとご紹介したいと思います。はい、お願いします。東京都墨田区の熊本城一番さんから、はい、ラジオ聞きました。カットしない美容師って何のことですかっていうまあこれ前にも説明したんですけど、決してカットがしないっていうかできないっていうわけではないんですよね。はいはいはい。もうもはやその美容師の仕事 もう今かなりいろいろ多角化してて、うんうんうん、まあ、それこそカラーであったり、うんうん、パーマもあったり、あと髪質改善であったりとか、結構いろいろ多様化してる中で、はいはい、僕自身が考える美容師っていうのはもうそのカットだけじゃないんだよっていうのをちょっと言いたいとこなんです。
まあ、あともっと昔で言うと、パーマ屋じゃないんだよっていうところを言いたいんですよ。おー、パーマ屋じゃない。あくまでもカットするんだけども、あくまでもおまけだから、まあ、しないのと同じだよっていうぐらいのスタンスで、まあ、ああいう中のもう本当に一部でしかないっていう意味で、そういうふうに合わせてもらってます。決してできないとかじゃないし、ただ、基本はしないっていうスタンスで今後もやっていきたいと思うので、カットはメインじゃないよっていう部分ですね。なるほどですね。やっぱりカットしない美容師、インパクトありますもんね。そうなんですよ。だから、私も聞かれますもん。どういう意味なのって。そうですね。そうなんです。別に嫌いっていうわけでもないし、楽しいんですけどね。楽しいんですけど、まあもうカットできて当たり前でしょっていう部分なんですよ、もうそれ。なるほどです違う部分ね。での、そう、もうなんか、カットだけじゃなくて、一部も、そのなんか、全体像がある中のカット一部だよっていう意味の。そうなんです。そうなんです。それってこう美容師業界全体でそういう意識ですか？カットは一部なんだって。いや、それは、そうじゃないとは思います。わかんないですね。まあ、あんまり、その人は人なんで、その、やっぱり意見はいろいろあると思います。もう、カット命っていう人もいるし、カットありきでしょっていう人は、多分99%はそうなんじゃないですか。そういう中で99%の人がそうだから、僕はそういう考えじゃないよっていう意味で。いいですよね。しない美容師。ということで、まあ、美容師の話でしたけど、あそこ一発、あれですね、争わない弁護士って何ですかっていうのについて、もう一回、ありがとうございます。一そうです回。ね。私も争わない弁護士って言うと何するんですかって言われるので いや、でもほら、そもそもね、争わないのが一番ですし、争うような状況にならないのが一番だなっていうスタンスで言ってるっていうところですね。あと、そう。私自身がやりたいことっていうのが、そのどっちかの方を一方のこう代理人になって、どちらかのこう意見を言うみたいなことよりも、双方の意見ってすごい、それぞれ言い分があって、それぞれにとっては真実だなってのをすごい思うので、まあ私は両者の調整に入るところが好きなので、双方のご意見聞いて、お二人の落ち着きどころを探すっていう、たまにご説明してる、話題に出してもらってる ADR したりとか、そういうのをしてるっていうところにあります。ADR って何ですか？ ありがとうございます。聞いてます。ちょっと、一年間の集大成にありがとうございます。そうですね。日本語で裁判外紛争解決手続きって言って、裁判所には行きたくないんだけれども、専門家には間に入った話を聞いてほしいっていう人が、利用してもらえる制度になってますね。なので、私は本当に公正中立な立場でお話を、お二人のお話聞くのでっていうところですね。実際でも敦子さんもあれですよね、裁判所は行きたくないですか？裁判所は行きたくないです。あれですね、クライアントのユーザーさんと同じ考えで、私も行きたくないから、もうあなたも行かせないみたいな、そういう。そうですね。行かせない。まあ、行ったらこういうことになりますよっていうのを事前にお伝えして、まあ、それでも行きたいって言われればもちろん、裁判所は大事な機関なので、ここでね、やるっていうのも大事なとこだと思うんですけどね。なるほど。裁判所は行きたくない。裁判所は、どうしてもね、そう、対立構造を作ってしまう機関なので、なのであんまり。裁判所は好きですけどね。機関としては好きですけどね。裁判官の方とかはね。好きですけれども、あんまりおすすめできる場所でもないっていうのがあって、皆さんに。なるほど。じゃあ僕も美容室行きたくないです。あらあら、まあまあ、行きたくないですよね。でも行きたくない、行きたくないと思ってて、美容室、うちのまあ美容室にたまに、なんですか、営業時間の途中に行く時があって、入った時に、なんかやっぱりこう、なんかパーマ液とか、なんか薬剤の独特の匂いってわかります？あります。美容液独特の匂い。
あの匂い嗅いだ瞬間に、なんか落ち着くんだってことなんかわかんないけど。なんかわかんないです。なんかもう慣れてるんでしょうね。すごい、最初から、なんですかね。最初からもう一日朝からのスタートで入ってるとあんまりその匂いって感じないと、もうずっとこの匂いがもう頭に入ってるからか、全く感じないですけど、途中から行くとその匂いが、あ、ここ美容室だったんだっていうぐらいの、なんか、ほわっとして、不思議なんですよ。ずっとやってて、一回途中抜けて入るのはそんな感じなんですよ。じゃなくて、そうなんです。全く美容室今日初めて行きますって言った時の嗅いだ時のあの香りがすごい。イメージでいくと、秋になったよっていう知らせのあの金木犀の香りぐらい落ち着く。お、なんいいか不思議。香り。そうなんです。もうなんか慣れ親しんだ匂いなんですかね。はい、うちの美容師さんのそういうパワースポットになってますんで、ぜひぜひお。いただいて、宣伝しましたけど。いいですね、パワースポット。裁判所の匂いはどうなった。裁判所の匂い、裁判所の匂いない、私は何も感じないんですけれどもね。どうなんだろう、匂いはないかな。でも、お役所なんでね、こう、エアコンがね、5時で切れるとかね、いろいろそういうのがあったりとか、ありますけどね。私も裁判所。エアコン5時で切れるんですね。そうそうそう。でもそのエアコン5時で切れるってどうなんでしょうね。ねえ、だから大変ですよね。そうそう、わかるんですよ。その電気がどうとか、CO2 がどうっていうのはわかるんですけど、働いてる人いるわけじゃないですか。そう、いるんですよね、別にで、なんね。かそれで帰っていいよだったらわかるんですよ。もう強制的にみんな帰りなさいだったらわかるんですよ。もうそこ出ましょう。もう出ないとダメですって言うだったらわかるんですよ。まあ、それは多分民間の企業もそうだと思うんですけど、働いてる人いて残業しなきゃいけないのに、エアコン切るとかってどういうことだよって思いますよね。本当ですよね。真夏だともう殺人ですよ。もう死んじゃいますよね。ね、そうそうそう、そうですよね。あれは、そこをちょっと見直さないといけないんじゃないかなと思うんですよね。なんか、そういう、なんか、どうそうしいうよ経営者嫌いです。なんかそういう。そんななんか、働く人の気持ちをわからない人なんかちょっとダメだと思いますね。ダメですよ言わせね。てもらいますけど。そうですよね。ああ。働く人に優しい環境がいいですよね。そうです、そうです。なんか、それを指示出してる人が、じゃあ自分エアコン切られたらどういう気持ちになるんだろうと思いますよね。こう言いながら仕事してる人がいるわけなんで。確かにね、それ国に言わなきゃダメかもですね。そうですね。もうなんか矛盾が多すぎますね、それは。まあね、そうですね。でも別に私もまあ、裁判所行きたくないって言ってますけれども、こう、なんか、仲良くなって慣れてくると楽しくなってくるんですけどね。相手方とかもね。まあでいもろいろ悩む。争いの場ですからね、裁判所の場所そう、やっぱりそこはそうなので、どうしても本音と建前ももちろん使い分けるし。そうですね。そういで、うのまあ、があんま好きじゃ言ない。葉だけじゃなくて、やっぱりこう、なんていうんですか、なんかありますよね。あまあ、りあます。と脳の話しようと思ったんですけど、まあ、それにもちょっと付随してありますよね。そういう、こう、まあ、波動であったりとか、周波数であったりっありていう。ます。ね、場の雰囲気のありますよね、そこはね。実ちょっはそと、うね。ね。はい。もう一個のお便り行きましょうか。あ、もう一個。はい。もう一個は、中野区、東京都中野区在住の先に行くよさんから。脳の仕組みについて気になります。左脳は言語、右脳は感性、芸術という認識でしたが、さらに何か上のことがあるんでしょうかっていう。まあ、これ、あれですね。脳の動かし方っていう部分で。はい。脳の仕組みじゃないですからね。仕組みについて僕らは決してものすごく詳しく知ってるっていうわけじゃないし、その脳科学についての何かこう勉強したとか、そういう、なんていうんですか、学位とか持ってるってわけじゃないので、その脳科学ではないですよね。脳の動かし方っていう部分なんです。はい。そうですね、そこにそついれ。てですね。そう、脳科学者の方が言ってることっていうことですよね。もうそうでそす。れに基づいて。そうですね。まあ、ただ脳科学者が言ってるのは脳科学なんで、例えば大脳がどうでとか、なんかいろいろ
小脳がどうなるとかっていうとこはちょっと違うんですよね。そこはまた別分野になるので、はい。まあ、ただその一つ言えることは、左脳は思考、右脳は感情っていう言葉だけでは絶対済まされないっていうことですね。それはちょっと捨てましょうっていうところですね。それはもう浅はかな考えであって、別に左脳も、脳も、感情もあるし思考もあるっていう部分ですね。そういうことですよね。はい。はい。左脳に感情と思考の分野があって、右脳にも感情と思考の分野があるっていうことですよね。そうですね。だから、4つの、キャラクターがあるっていう認識を持ってもらうといいかなと思いますね。キャラ1、キャラ2、キャラ3、キャラ4ですね。そうなんです。で、その、イラつきとか暴走とかですね。で、あと不安に駆られるとか、怒りとか、まあ、自己嫌悪とかっていうのが、左脳の中にあるキャラ2っていう部分の、になりますね。そこが暴走しだすと結構厄介だし、そこが元で話すと結構、その、周りが引いちゃうとか、まあ、あと嫌な人が集まるとかっていう感じなんですね。そこが決して悪いわけじゃないし、そこ大事なんだけど、結構そこでやっぱり話してる人が、多いというか。そうですよね。左脳の感情の部分って言われてるけども、その過去の経験とかですよね。その嫌な思い出。まあ、いい思い出もあるかもしれないけれども。ただ、このキャラ2が暴走しだすと、もう他のキャラ、キャラ2、キャラ、あ、キャラ1、キャラ3、キャラ4だともう抑えきれないんで、大事なんだけど、ここはちょっと、一回こう暴走しだしたら、90秒間でリセットできるんですよね、ここって。そのやり方はちょっと、ここではちょっとお伝えできないんですけど、まあ、詳しく知りたかったら、ちょっとね、何でもいいんでメッセージください。そうですね。いや、でもこれ、リスナーの皆さんにネタバラシでいいと思うんですけど、これ、ジああ、ュル・ボルト・テイラーの、テイラー博士のですね。はい。そうね、もうオー脳ダ科ーブ・学レイン。の、はい、ハーバード大学のはい。第一人者のテイラー博士の、論文っていうか論文じゃない、論文とか読めない。本ですよね。経験、そうですね、経験とかをもとに自分たちが実体感したことをもとに今、ね。はい。お話ししてるんですよはい。ね。テイラー博士がの基礎があって、そこにさらにその、なんですか、脳の動かし方をやってる人のいろいろですね。はい。そうですはい。ね。部分でのお話になるので。そうですよね。だからその誰でもキャラを4つ持ってるっていうのが分かって、はい。今、その左脳の感情のキャラ2のところが喋ってるって分かればいいんですよね、自分で。そうですね。ただですね、これも本当分かるためには、多分、ちょっとトレーニングが必要かなっていう部分もあるし、いろいろなトレーニングの仕方あるし、やってる人もいるんですけど、やってる方っているんですけど、多分普通にやってて気づくかどうかっていうのは多分微妙だと思いますね。深いそうところだでと。すね。はい。そうですまあ、どこも大事なんですけどね、このキャラ1、キャラ2、キャラ3、キャラ4。ね。そうですね。みんな大事、キャラにも大事だし。そうなんですよね。キャラ3もすごいこう、なんですか、無邪気とか好奇心とか遊び心とか、もう子供の、あれですね、楽しいことがすごいずっとやり続けるじゃないですか。言わないと、終わりだよって言わないと、それがキャラ3の出てる部分ですね。そこでずっと突っ走ると、すごいハッピーなんですよね。たそうだ、ハッピーなんだけど、ここだけだとダメなんですよ、また。これも。幸せなんですよ、めちゃくちゃキャラ3だけで生きる。なんだけど、結局、世の中にはやっぱルールがあるんで、それ作ってるのはやっぱり佐野のこのキャラ1なんですよね。だからここがちゃんと制御しないといけないですね、キャラ3を。そうですね。はい。確かに、で、確今度かキャに。ラ4はありのままの自分っていう、まあ宇宙の、なんですかね、一部なんだよっていう部分そうですよね。の、はい。そうですよね。右脳キのャラ思4だけ考。で、そうそう、キャラ4だけで、の世界になっちゃうと、もう完全に、個がなくなるっていう。区別できないってことですよね。区別自で分きないとですかね。人とか。はい。極論から言うと、この右脳のキャラ3、キャラ4だけで生きてると、めっちゃ幸せなんですよね。ただ、幸せなんだけども、多分、この世にも
なんていうんですかね。なんと、もう命がない状態だと認識してもらえればいいのかなと思います。あるのもあるんだけど、まあ、テイラーさんはこれ、なってテイラーさんね。書いてたんで、はい。テイラー博士は。ジルボルト・テイラー博士は、別にスピリチュアルでも何でもなくて、本当にただの脳科学の、もう、大、もう、もう、なんていうんですか、世界一すごい脳科学者って言ってもいいぐらいの人なんで、決してこの僕らが今話してることがスピリチュアルとか見えない世界がどうとか、なんかよくわかんないような、ことを言ってることじゃないっていうことだけは、ちょっと今、一応お伝えしたいなと思ったので、はい。そうですね。一番最初はテッドの、テイラー博士のスピーチを聞いていただくのが一番いいかもしれないです。そうですね。まあ、どれだけすごいかですね。はい、日本の脳科学者の人も相当崇拝してる、もう大、もう超スーパーカリスマなんで。そうですね。そこを使えると、どのキャラを出そうかなみたいに自在にできたら本当にいいです。そうですね。ただテイラー博士も決してその脳の動かし方についてどうしようこうしようっていうのはあんまり詳しくは言ってない。もう実体験で経験しろってことしか言ってないですよ。でも、ちょっとやっぱりあるんですね、やり方が。まあいろいろなやり方があるんですけど。そうです なんかね。ね、これに賛同して、めっちゃそれ知りたいっていう人がすごいいっぱい増えたら、ね、なんかそういう、なんていうんですか、コミュニティ作ってもいいし。いいですよね。そういうことがこうシェアできる場所があったら。ね、そう楽でしすね。そうってキャラ。キ 楽しャラさそう。んが言ってます。キャラさんが言ってますね。楽しそう。いいですね。そう、でも本当人を知って幸せを感じてるときって多分キャラさんがめっちゃ出てるんですよね。そうなんですよ。ただただ愛と感キ謝。ャラ2がものすごく出てるときはもうすごい不幸っていうか、キャラには悪いとかじゃないですけどね。やっぱり良くないですよね、多分その。ちょっと苦しい方にフォーカスしちゃいますよそうね。ですね。そうなんですよ。だから、もう、何の例えで言ったらいいかわかんないですけど、なんかよくスポーツとかで、なんか一体になって勝つときとか、もうなんかありえない奇跡を起こすときっていうのは、どちらかというとこのキャラさん、とキャラ4が主体で、みんながシンクロしてる状態なんですよね。脳波が。で、これって何脳波とか意味わかんないし見えねえしっていうのは、それ左脳が言ってるんですよ。その左脳の1と2が言ってて、左脳の1と2じゃなくて、本当にその脳波のそのシンクロっていうのがあって共鳴することがあるんですよ。それがあった時にそういうこう奇跡じゃないですね。まあ偶然なんですけど、世の中、その左脳世の中のその何ですか、言語とかお勉強とされるものは左脳が作ってるので、ルールも。左脳的に言うと奇跡なんですよ。見えないから。でも、右脳的に言うとそれは奇跡でも何でもなくて、本当にただみんながシンクロしてるって脳波が、脳に偏って、寄って、何ですか、みんなが一体になったからできたっていうことだけなんです、ただ単に。だから偶然じゃなくて必然なんですよ、それは。そうでただすそね。れは可能でやろうと思ったら無理なんですね。そうですね。だから結局、スピリチュアルっぽく感じられるその引き寄せの法則とか、あのあたりも単にそこの右脳の波動が起こしてるっていうことですそうです、そうです。だからスピリチュアルが決して悪いとかじゃないですよ。でもなんか一応ちゃんと知っとけばいいじゃんっていうところなんですよ。これも左脳に言い聞かせてます。リスナーの左脳に言い聞かせてます。左サノ脳テでなんにか一ね。応分かっとけば、なんとなく、右脳はですね、こんな言わなくてももう分かってるんですよ、もう。でも出てこないです、そん前なに。ね。前に出てこないです。ね、でも誰もが持ってる右脳ですから、皆さあ、んそう本そうそう。そ当は分かってるんですよね。うなんですよ。だからなんかよく言う左脳型、右脳型っていうのはちょっと違うんですよね。もうそれはもう一回ちょっと壊した方がいいと思うんですね、その。どっちもあるし、どっちも感情あるし、どっちも思考があって。だからなんかそれを結構出やすいのが、このキャラ2の、左脳のキャラ2っていう部分が結構出やすいんです、人っても。でも、大半の人はそうなんですけど、それが出た時に、
それが悪い影響を及ぼすようだったら、ちょっと一旦ちょっとき、で、90秒でリセットできるんで、90秒間で。一旦リセットして、その後、このキャラ4、あ、キャラ、この4つのキャラで会議をすればいいですよね、作戦会議。どうしよう、どうしようっていう。そうですね。あ、とりあえず90秒ただただ聞いてあげればいいんですよね、とりあえそうでず。すね、この佐野のね、やってるねって、慰そうそう、め、キャラ。慰めてあげてね。佐野ちゃんっていう、キャラ2ちゃんっていう感じキャで。ラにちゃんね、喋ってるね。大丈夫だよって、安心して、心配いらないよっていう感じで、やってあげればいいんですよ。そうですね。確かに、確かに。ちょっと、そうですよね。そのあたりのことが、何かできるといいですね。この後ね。そしてそろそろお時間なのですが、ちょっと重大発表がございますよね。そうです。実はこう言っときながら、はい、1年間続いてた、毎週日曜日にやってる日曜日の憂鬱というこの番組なんですけど、実は今日で最終回最終回ということでした。ということで、こんだけ脳について語って最後かよみたいな、決して別に悪くて最後になるとかじゃないんですけど、お互いですね、ちょっと次のステージに。会いたいというところがあってですね、また違ったステージで、活躍じゃないな。自分で言っちゃいましょうか、勝手に。違うステージでやるっていうことになったので、決してこの日曜日の憂鬱が悪いとかどうのこうのとかじゃなくて、そうですね。また何か別の形でね、また何か、一緒にやれればいいなと思ってるので、そうですね。何かね、皆さんにお知らせできるといいなと思ってます。まあ、ただ FM ギノワンさん自体はずっと続くので、他の番組は続けてご視聴いただければと思います。日曜日の憂鬱は今日で一旦一終わ旦り、終また了。来週、シーズン1終了ということで。そういうことで。そういうことで。皆様1年間本当にありがとうございました。ありがとうございます。っていう形で終わってもいいんでしょうかね。なんか言います？ まあでもまた別のステージでですね、お会いしたいと思います。そうですね。お会いしたいと思います。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。はい。